今ない〇〇を妄想する。妄想する。M8 ショータイム。はい。ショータイム。ショータイム。ですね、前の動画で、みんな幸せに向かってるんですよ。っていうような感じになったんですよね。で、あ、確かにそうなんですよ。いいこと言ったって終わった、覚えてらっしゃいます。なんとなく。で、あれから僕帰って、まあ、同時並行的に、船を編むって、辞書編さんの、アニメを見てたんですけど、うん、そこでその人は迷った時に言葉に頼る、で辞書が必要なのは言葉に迷った時にそれを正しく伝えて人を大海原にね、うまく進めるように導くのが辞書なんだ、素晴らしいと思って、で僕幸せってどういう意味だろうと思ったんです、辞書引いたんです、調べた広辞苑第5版で調べてみました、ちょっと末期症状ですよ幸せを求めるちょっと末期症状に近いんですけど、幸せを調べてみるとね、漢字のなんか皆さんが思い浮かべる土書いてるんです、幸じゃなかった、幸せってこれだったんですよ、辞書に載ってるのが死を合わせると、で一番初めに書いてあったのが巡り合わせ、機械、天運、あれ違うぞと、で2番目に載ったのが成り行き始末って書いてあって、で3番目に小さく幸福3番目です、幸福、幸運、幸い、ちょっと待てとなんか違うぞと、そもそも幸せの定義が違うと思って、で定義で見ると死を合わせる、で機械、なんか運に近かったんですよね、あれなんか違うと思って、じゃあ幸福って何だろう、で幸福を調べたんです、で幸福を調べると心が満ち足りていること、またその様幸せって出てきてです、なんかよりもやっとしたんですね、心が満たされると、心が満たされるって何まあでも僕の中の幸せはそっちですよね。心が満たされる。心が満たされるって何だろう。またまた同時並行的に、僕はそのエニアグラムっていう本を読んでいて、でそのエニアグラムって中で書かれていたのが、それぞれ人ってタイプが違うから、エニアグラム。タイプが違うから、いろんな動画でね、幸せになる方法はみたいな話をしているのは、その話している人の幸せのなり方であって、いやその人の幸せのなり方、楽しいこととかは僕が全く楽しいとは思わなかったから、この方法を試したところで僕は幸せになれないから、自分をなんていうの、探そうみたいな、自分の気質は何か、気質は何かみたいなことを探っていきましょう、探求しましょうみたいなことなんです。だと、あの教科書がないじゃんと。教科書ないです。大海原に出て言葉を調べたところで僕には教科書がなかった。で体調大変ですと思って僕はどっちに行けばいいんですかって迷ってしまったんです。より海を前に迷ってしまった。これは大変だ。幸せだから心が満ち足りるかというか。そうするとなんか物質的な方向に流れていきませんかと、そうするとなんか秒速1秒で稼ぐみたいな話で、稼いで幸せに思えれば幸せだと思うんですよ。要はなんか自分が本当に何を求めてるかみたいな、お金稼いで病む人いっぱいいるじゃないですか。何なんですかねあれは、だから自分の幸せはそこじゃないんですよ。お金を稼げば幸せになれると思ったけど、お金を稼いでも幸せになれなかった。で、でもちょっと、また聞いてくださいよ、はい、でうちの会社の社長と2人でちょっとお客さんのところに行く機会があって、いろいろ喋っていく中で、社長が、僕も幸せがこんな、なんかその家族と一緒にいて、いるときはなんか今そこでバーンって世界がなくなっても、幸せな人生だったなって思えるみたいな話をしたんです、そしたら社長も、分かると、俺も家族3人でなんかその魚とね、ご飯とね、お味噌汁を食べてると、
幸せってそういうことって思ったって言ったんですよ。でもなんかね、その幸せとね、その何千万稼いでますっていう社長の幸せと、そのサラリーマン、もう一般サラリーマンの僕のその家族といて幸せと思いました、なんか表層的にはね、同じなんですよ。家族と一緒にいて幸せだった。いやでもなんか違うと思って。あ、で、幸せって何だろうっていうのを今日考えたいなって思ったんですね。で、幸せって何だろうって考えようと思って、僕はその、いらんこの辞書を聞いてね、幸せの意味がとか、あ、違う違う、エニアグラムの中に答えがある。いや、なんか性格によって違うって言われたと思って。で、今度はなんか哲学。また幸せって哲学だと思うんですよね。あ、で、そうなんです。でね、またなんか同時並行的に話がなんか流れるんですけど、なんかよく AI が AI だって今 言ってるじゃないですか。で、AI に変わるとどうなるかって、なんかある本ではね、その AI が全部仕事をする。で、人はその時どうするかって当に書いてなかったんですけど、今やってる仕事はほとんど AI に変わるってことが書いてあった時に、僕の中で想像でね、なんか昔あのギリシャで、哲学者たちがいた時代、で、なんかその市民が働いて、その働いてる上で哲学者たちは優雅にものを考えてたわけですよ。あ、僕そうなるんだと。人間は考える、そう、考えるのが仕事になるっていうのをなんか思って、だからまあ仕事じゃないかもしれないかなとは思うんですよね。なるほど。わかります。仕事っていうのは AI です。ああ、なるほど。と。AI が作ってくれた上で人間たちが暮らしてて、人間はやることないからひたすら考えるっていうのが、あ、で僕はそっちを仕事って言っちゃったんですけど、あ、僕はそうなると思って、哲学で勉強しよう、で、あの、なんか簡単なのないかなと、で、春日井図書館ってですね、哲学の方を借りて、で、いろいろ読んでたんですけど、じゃあその哲学の定義付けをじゃあまずここでしたいんですけども、ジル・ドゥルーズっていう人が哲学を定義したらしいんですよ。あの、立川談志がね、落語を人間の業の皇帝であるって定義したように、この人は哲学を定義しました。で、この人の定義したところで言うと、哲学とは新しい概念を作り出すことである。で、その概念って何だっていうと、物の見方、物の考え方、であるっていうのが書いてあるんです。で、これなんか僕が今日まとめたかった話に今修練させようとしてるんですけど、その僕の好きな芸人で、マキタスポーツさんっていう人がいるんですけど、10分どん兵衛とかって聞いたことがあります。それマキタスポーツって人が考えたんです。要は新しい概念なんです。10分おいしい、おいしい、要は新しい見方が文化になる。で、そのまさしく哲学っていうのはこれなんですよ。でも新しい見方が哲学になるらしいんですよ。で、あの、この話してるのは哲学ですよ。そうなんですよね。そうなんっていうのに今日僕落とそうとしたんですよ。僕たちがこれやってることって新しい哲学を考えようと今必死にしてるんですよ。なんか新しい哲学を作ろうとは思ってないけど、これが自然とそうなっていく。もうあなたと話してると本当面白い。で、僕は今日そこに落ち着かせようとしてたんですけど、で、フロイトっているじゃない。はいはい、あれ、医者なんです、医者なんですけど、あの人哲学者でもあるんです、それはなぜかっていうと、人には 90% ぐらいの潜在意識があるって初めに言った人なんです。はいはい、今有名な話ですね、ないかもしれないじゃないですか、そんな。潜在意識すらない。ない。いや、そうなの。じゃあ出せ。潜在意識出せよっていう話じゃないですか。でも別にないんだけど、あーってみんながそこで思ったわけですよね。あるある潜在意識。だから、まあ僕がよく潜在意識の話を聞く。はい。場面は多くて、はい。まあそういう心理学とか、はいはいはい。話を聞いてると。はい。なんか無意識ですよね。無意識。潜在意識。無意識。でもないものはあるって言ってるんですよ。うん。でも。なんか変な話じゃないですか。無意識なんですよ。ないんですよ、それ。なんか仏教みたいな話ですけどね。
そう、なんかよくこう出てくる例っていうのは、人間歩くときに右足出して左足出してって考えてますかっていう。そう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 。で、そこは無意識だから、無意識っていうものがあって、そう、そらあそこに進もうと思ったら自然と。でも無意識なのか、いや、なんか習慣、なんかこの哲学の本に習慣っていうのが出てくるんです、うん、で習慣っていうのは、このまたジル・ドゥルーズっていう人が定義してるんですけど、日々の繰り返しから違いを無視したものを習慣という。だから子供の頃は新しいものばっかだから、もう日々珍しくて新しいものをどんどん学習して、でも一日終わるともう疲れ切ってコテンで寝ちゃうみたいな。でも人って大人になるとどんどん習慣でそれがこなせるようになるから、それは無意識じゃなくてこういった習慣って言っていて、だからその最後に自分の脳を疲れさせるためにブルーライト浴びるみたいな、そこまでやっても全然余裕みたいな。なんかあれですよね、その捉え方の違いというか、それを潜在意識と呼ぶか習慣と呼ぶかみたいな。そう、だからその車の運転っていう時に、最初こうやる時、まあ、自転車でもいいと思うんですけど、自転車をこう最初初めて練習した時って、すっごい転ばないようにとか、そう、でも下見て下見て、見ていや遠く見て遠く見てみたいなっていう、こう、あ、なんかバランスを取らなきゃみたいな感じだと、乗れるようになっちゃうと何も意識しないじゃないですか、はいはい、っていうのはこう無意識、それが潜在意識に入っていくから、それができるようになる。体が自動的に、まあ、脳が、まあ、よく出てくる心理学の話で言うと、いつもいつもそれを意識してたら脳が疲れてしまう、はいはいはい、からこう無意識のところにこうその仕組みを作って、自動的に体を自動的に動かせるようにこう脳が作られていくみたいな、はい、でもその中でも、うん、でも日々それで過ごしちゃうとつまらないじゃないですか、うん、だからそのなんか新しい見方をね、うん、そこにどっかないかなって見ようとすると哲学が生まれるのかなと。で、僕の今日のこの落ち着かせどころとしては、僕幸せがないないって探してたけど、多分探してるのが楽しいのかな。ない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 じゃなくて、うん、ないっていうのを楽しめばいいんだっていうだからその日々なんかその10分どん兵衛じゃないですけど、その日々のね習慣から、習慣の中に潜む何か面白いもの、うんうん、僕いつも哲学をこう考えてて、哲学的ないなって思うんですよねっていうのをなんかね、その哲学を見ようと思ってこの動画を見ようとすると、あのひろゆきさん、ひろゆきさんのそのサムネで、哲学っていらないよねって人の考え方だよね、それって。そう、僕好きだからよく考えるんですよ。人の考え方だよねで論破されてたんですよ、一言で。そう、でも思うんですよね、考えて考えて考えたあげく、なんか考えてるの意味ねえなって思うんですよ今。で、僕はこの幸せに、うん、なるためにいろんなことを考えるのが幸せなんですよって言ったんですけど、これ多分答えが出たらね、あのサロンですよ。答え出なくても、出なくてもサロン、出なくても別に答えなんかない、ないと思うんですよね。幸せ、みんな幸せになろうと思って頑張ると思うんですよ。はいはい、うん、幸せになろうと思って頑張ってるけど、幸せってものはそもそもないんですよ。で、僕は初めにこの書いたんですけども、あの、もしかしたら幸せっていうのはポジションなんじゃないかと。ポジション、ポジションを見つける、うん、要はあのっていうのは、なんかあの昔江戸時代の頃って、前の動画でも、要は江戸時代の頃ってみんな結婚するときに、もうなんか決められ、もう勝手に決められちゃうと、この人とこの人結婚しなさいと。ね、昭和のちょっと前の時代でも、うん、お見合い結婚も、ね、年頃なんだからさ、なんか、そうやって結構、嫌でもあるんだけども、なんか考えなくていいっていうメリットもあるんですよね。でも、急になんかこの、恋愛結婚だとか、インターネットが入ってくると、職業自由だとかね、この仕事いいよ、これいいよ、これいいよって、なんか急にバーって選択肢が
わーって広がると、うん、え悩みますよね、悩みが増えるんですよ。なんかで、コメダとか行っても、うん、あの月がそこしかないと入って座るんですけど、どうぞご自由にどうぞって言われると、うん、どこ座ろうってなりますよね。だから逆になんか幸せっていうのは巡り合わせなんだなっていうのは、うん、今この辞書の意味がね、昨日の夜は何を言ってんだこいつはって思ったんですよ。幸せ死っていうのは何ですか。でまたね、死を調べたんです、はいはい、死を調べたんですけども、要はいや食の名前、要は食を示すもの、そう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 、そうでやっぱりまあ侍っていう意味もありますよね、うん、ある人も結局、まあ、そういうなんていうの位置のことだったんですよ。幸せの視野はポジションなんだって、いる場所、いる場所で、いる場所が合うことが幸せで、今急にセレンディピティなんですか、ね、どうこのやだこの流れが、いいですよなんか答えがない話を一生懸命考えてる。そうですね、なんかポジションなんて結局誰も決めてくれないんですか、ね、本当にこのポジションかどうかもう答えはない。ああ、ない、もちろん今僕の中で、うん、だから中にはそのポジションの人もいる、な人もいるかもしれない。そうそう、なるほど、まあ、それ自体はポジションって言えばポジションなんですけどね